ビサット -1 は、ベルリン工科大学が運用するドイツの人工衛星。1U 型キューブサットで、新型のリアクションホイールを含め、将来の宇宙機に使用される、予定のシステムを試験するために設計された。また、アマチュア無線にも利用され、小型のカメラも搭載していた。ビサット -1 は2009年9月23日に、インドのサティシュダワン宇宙センターから、 PSLV-CA によって打ち上げられた。メインペイロードは、オーシャンサット -2 衛星であり、マ s a t 1の他にもスイスキューブ -1、バマイナス2、ITUP セテ1、ルビン9.1、ルビン9.2などの相乗り衛星があった。設計時の運用年は、最低12ヶ月で、2011年1月の 現在でも運用中である。2013年4月19日には、ソユーズ2から 1A ロケットで、ロシアのビオン M1 衛星が打ち上げられたが、このアイノリペイロードとして、ビサットマイナス2とビサットマイナス3が一緒に打ち上げられた。この2つの衛星もビサットマイナス1と同様に1、U キューブサットとして作られた。ありがとうございます。